分さ、中は塗らなくていいと思うね。あ、そうね、うん、そこだけだし。だからこの、うん、この辺までと。ああ、後ろの、うんうんうん、そうだね。まあね、うん、デコペン？デコペンシルかな。で、こう模様をつけたりしてみたいと思います。あとトップコートとか、養生テープ。なんかこういう色のものを買ってみました。面白い。おお。縦にしようか。横塗り、縦塗り、どうしたらいい？好き好きだよ。そうだけど。取れない。上手にできそうじゃん。成功だ。あ、難しそう。ね、だからノーノーやめよう。ほら、こんなだもん。ちょっと難しい。できない。いや、量だよ。量が少ないんだよ。本当？うん。もっと半分ぐらい入れれば。いいね。やり直せる。やり直せる。うん。帰ってする？そうそう、これいいね。私がつけたかった筋、こうやってつけられんじゃん、じゃあ。なるほど。あ、そう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 、こういうの作りたかったから。違う、マジよ。だから、よかったじゃん。いいじゃん。なんていうんだっけ、こういうののこと。こうするはずじゃなかったのに、こうなりましたっていうやつ。ね、なんだっけ。わかります。なんちゃらのなんていう。わかる。なんちゃらのなん。やめろ。なんだっけな。なんかちょっと仏教的な言葉だよね。なんとかの光明みたいな。そう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 。なんか転んで怪我の怪我の巧妙。キキキキ。あ、ちょっと。え？はい、やり直せる。何回でもやり直せるんだから。ね、やってみる？だったら。はい、見せてください。いいんじゃないですか。
違う、なんか嫌味みたいになっちゃった言い方ちょっと顔かな、リネンベージュ。リネンベージュどんな色？次何色にしよっかな。何それ？二人描いたの。あ、そうなの。スモーキーブルー。スモーキーブルーと黒。でも私的にはもう少しブルーが入ってても。レッド、ラズベリーみたいな色じゃん。フリックレッド。買ってみたのはチャコペンシルと細い。グレーを混ぜたの。ちょっとベリーミルクになっちゃう。ちょっと違うな。できてる。できてる。